Please select your character. さて、先方戦がミリア同キャラやめて、早くて実況できないこれ。円安、紫色の方が中村ミリア、黄色の方が純ミリアですね。前転投げ通したのは中村ミリア。エース2杯、ジャンハイ、ジャンプ2杯からサイレント6杯、前転プリティメイズからの置き攻め中段ガード。まずはフォルトで距離離して、画面中央に戻る純ミリア、テーダにぶっ込むが、足払いカウンター取っていたのは中村ミリア、ジャンハイが届かない。さ、目まぐるしく入れ替わるが、円安差し込んで、ジャンプ系刺して黒いがつなげて残り1割あるかないかのところ、円安多社員一本選手中村ミリア、テラテラサイレントを巻く着地、下段取っているのは中村ミリア、中段は飛んでいるサイレント、シークレットガーデン取っているのは純ミリア、テイクダッシュで画面中央逃げて2敗がスカル、ケイハイジャンプ2敗、しかしダウンは取れていない、6P ずれてしまった。テイクダッシュジャンプ系差し込んでたのはジュンミリア、バースト使ったのは中村ミリア、プリティメイズ、メイズ2杯、ジャンハイのジャンプ2杯が届かない、プリティメイズでまずはこっち来るなど、円安差し込み、ジャンハイサイレントからジャンハイつないで、ジャンハイジャンプ2杯、プリティメイズゲージを使って6杯ダウンから裏に回って KP で降りてきて、PK だね、ガードしてバナナボートの下段、そしてバトムーン中段だったが相打ち、下段飛んでかわして裏に回って下段、金 S が届かない、 KP 違う PK で太陽拳、さてまだ残るジャンプ系プリティメイズダストが出ている、体力リーダー中村ミリア、テイクダッシュジャンプ B、 勝ったのは中村ミリア、さあ 2P 側中堅ガクロボ、ミリアロボってどうなんすかね、全然わからんわ、ハイジャンプ使ってハイストラーサイレント、当て投げバースト 2K 当て投げから金 S2 杯、ジャンハイジャンプ2杯落としてダウンオイスプリティメイズからのもうワンコンボ、あれはディレイ起き上がり対策ですからね、まずは下段バスを 2S にバスを合わせる、馬で突貫してきて勝利はスカル、フォールのためゲージを吐いてしまい、割ときつい状況のロボ、空投げ2杯暴れ潰し、ジャンプ系引っかかるがコンボにはいけず 2S 届かない、フォールトで離してた FB ガーデン、お互い何もしない、飛んでかわして中央に戻るミリア、エースハイテイクダッシュから逃げる時間が続くミリア、だってゲージあるロボ公園だもん、あ何一つ当たりたくない、そしてジャンプ2杯の3打目でこれスキル一本選手中村ミリア、直下投げ立ち這いが早いです、ディレイ起き上がりからテイクダッシュ絡めて2K 足払いガード、テイクダッシュガード、昇竜で割る、おっとミサイル飛んできちゃう、サイレント当たって円安止まり、6回カウンターフォルトで離して中央に逃げるが追っかけてきた、数回当たって馬ガードから空中ガードでしのいでリレー起き上がり、飛んだところを立ち系で捕まえる、シークレットガーデンリレー起き上がりだったが投げを抜けて 2K を刺してミサイルから置き攻めは KK フォルトで離しミサイルが出ない、
ミサイル、ミサイル、そして最後は2ハイスラー。1本取り返す、ガクロボ、最終ラウンド。クナゲ、テーラークナゲ、しゃがみ待ちからきっちり投げていく。2K、刺して、ミサイル大きい攻め。投げを通して、暴れ潰して、これは、スガが当たってバスト。前転投げから、ジャンプ2杯、バックステーから、これ確定してんのか？ 2K を、ジャンプエースで潰して、シークレットガーデン、中央に逃げるロボ、ゲージが溜まる。ジャンプエースカウンター、タッチハイ、エースハイ、FB 使ってジャンプD勝利、まだ生きる。テイクダッシュ、プリティメイズのめくりガード、ジャンプエース引っかかって、爆発したけど、レベル3、2杯、上から飛んできます。勝ったのはガクロボ。結構落ちてくるところは見るけど、あれに当たる人ってあんま見ないね。結構土壇場だと忘れづらいけど、お前ああそうだ、さっきレンコンとガクのじゃいしてるけど、散々あれに当たってまくった。確かね、なんだろうね、ロボの結構手前あたりに押すんだよね。さあ、ワンピ側中堅、さあ、あとジョニー。さあ、ゲダム敵、ジョニーの前捨てはゲダム敵なんで、2K を透かして、あ、おかしくねえわ、そのキャラいたわ、そういえば。俺が使ってるキャラだ。S、ハイ昇竜。ちょっと、低段の距離、遠かった。遠かった。高かった。立ちハイ、ジャック。ほか、ジャック。金 S、立ちハイ、ワンコイン、上コインから、ミサイル枠投げ。足し系、届かない、2K カウンターから、レベル2、中ミストまで、1本選手、サトジョニー。ロケ、バックス。中ミスト。3杯カウンター。コインから KSD、KSD、エンカス切りかけて、ディレイ起き上がりから 2K からもう一回切りかけたよ。そしてバーストジャンプ系カウンター、飛んだところはタシャイダイク、ジャンハイキラー、 SPP、K が届かない。総裁から3回レベル積みそう。勝ったのはサトジョニー。グリーンだよ、グリーンだよ、グリーン。あのね、あのビール本当だ。ヒーノさんが逆に空気を読んだ。色変えてきた。あ、間違えちゃった。バースを使っている、投げているのはサトジョニー、 PPKD 沿線がのエンカスからダーシャガンダー、レベル2ミスト、 KSD、 KS 赤使って沿線がバックして捉えて、ジャックハンド、キン S 上段から殺しきれないが、ベノムの顔が真っ赤、赤からジョジョブレー。一本選手サトジョニー、テイクダッシュ、開幕ターンはベノム、まずはデュビス、ループ着地下段 6P、デュビス 2S 差し合い、デュビスからもう一回立ち入り、デュビス、すげえ減ってんな、おい。ジャンペース、ジョニーがラインを上げていくが、ベノムが捕まえづらい、立ち合いバックス、ダスト堂々と来た。一本取り返す、フィードベノム、最初ラウンド。コインをダッシュでくぐってジョジョブレで割って、ジャンディ届かない、受け身からジャンプディ、ボール生成して逆に逃げるか、タッチハイタイク、着地キンバータクティックアーツ、アーチアーツ、ロッピータイク
ダブルヘッドモービットから赤使ってライト1個普通の球1個シューティングが続いてモービット弾きから戻ってきてディバインが当たらない。足場で暴れバースはギリギリ当たる。しかし残りドットのジョニー KD 離れるベノム、もう近づく必要はあんまりない。キンエス固めが続いて最後はデグダッシュ 6P きっちり落として勝ったのはフィードベノム。顔面ダークエンジェルの意味がわからない、どういうことなのコスプレでもしなきゃ多分無理さあワンピカは大将投げファウスト、さあ大将中堅戦ファウストベノム、お互いバックステまずは爆弾ガードしているファウストから負けていくが鉄アレイが出るだけで俺はちょっと背筋がヒヤッとします。俺が対戦してるわけでもないのにね。シンガーロークハイガード物投げてるがタッチパンで落とす、テイクダッシュ、垂直ジャンプからジャンプディバースト使っていく、毒は当たらない。さあこれはダウン引き上がしちゃったが投げ暴れは飛んでかわして2敗物投げ、さあ引き剥がし引き剥がしからの前首一本選手投げファースト、さあ投げ暴れ潰している KD ダウンから画面端毒ガードから連携2敗カウンター確認している、おーっとつながってない、あれ中断だよね確かね、中断だよね。さあ逃げてってアイスラストラグルで降りてくるバースを、タッチ系は逆に回って前に出てくるベノムジャンディガード、スティンガーはしゃがみ歩けたが6敗とタッチ系相打ち、直下でしのいでベノムはシューティング相打ち、さあゴリゴリ体力が削る毒が立ってしまう、スティンガーここで毒を解除、弾を停滞させつつなんとかラインを上げていきたいベノム、ゲージにもかなり差が出てきているがドリキャンジャンハイデイクダッシュを買っている、勝ったのは投げファースト。5試合ですかね。じゃあ最後いきましょう、決定戦ですね、勝ちトーナメント勝ち上がり AG ファンジキーシャファーストヤッサンポチョムキのチーム、対するは、先ほど勝ちましたサトゥージョニー中村ミリア投げファーストのチームお願いします。まあ、キャラ構成としてはアンジファウストポチョ対ジョニーミリアファウストというふうになっていますね。さあキーシャさんのチームが 1P 側投げさんのチームが 2P 側取っていく2P 側行った途端サトゥーさんがガクさん思いっきり煽ってっけど大丈夫早っ、さてこの間何話そうか。さあ 1P 側も先方決まりました。それではスタートボタンを押して始め